はい、回転です。今日はね、ついに、手に入りました。任天堂クラシックミニファミリーコンピューターね、ジャンプ50周年記念バージョンですね。こちらの手に入りましたんで、ちょっとこれをね、開封と、プレイをやっていきたいと思います。はい。予約はねしてなかったんですけど、今日ねドンキ行ってみたらね売ってたんでね、ちょうどよく買ってしまいましたね。衝動買いです。予約しようと思ってたんですけどね、ちょっとタイミングを逃しまして予約できなかったんですけども、買うことができました。はい。スーパーファミコンと前に出たねファミコンのも持ってるんでね、3つ全部揃いましたけども、はい。ちょっと中身をね開けてみたいと思います。はい。はい。開封しまして中をね出してこういった風に並べてみましたけどね、まあ内容物的にはほぼ同じで、はい。大きさ的にもね変わんないですね。まあ色がね、金色になっているというピカピカ光ってますけども、はい。こんな感じでロゴもね、ジャンプのロゴがちょっとついたりして、ちょっと通常のやつと違いますと。でね、これねスーパーファミコンのやつなんですけど、スーパーファミコンのやつはねこうコントローラーがね大きくなって、まあ普通に昔売り出されてたスーパーファミコンの大きさと多分ほぼ同じなんだと思うんですけども、これがね、スーパーファミコンがそうだったんでね、新しいファミコンもね、でっかくなるかと思いきや、ちょっとまあちっちゃいままですなのでちょっとまあやりづらい、手が大きい私ね、人にはちょっとやりづらいんじゃないかなと思うんですけども、まあ、内容物としてはこんな感じですね。はい。ちょっとね、じゃあ、つなげてね、トップ画面からやってみたいと思います。はい。はい、立ち上げてみましたね。あれ、こういうデモ画面、これファミコンジャンプ？なんだろう。このデモ画面はなんだろう。ファミコンジャンプだよね、これね。ああ。いろんなゲームのこのタイトル画面の音楽が鳴るんですね。はい。今、筋肉マン、先駆け男塾、セイントセイヤ、黄金伝説っていうの完結戦。これ、俺昔やったことあるのかな。これ、第1作ですかね、これね。第1作だったらやったことあるかもしれないな。赤竜王、天地を喰らう、ね、ドラクエ、からシェンロンの謎、ね、悟空伝、教習サイヤ人、ファミコンジャンプ、北斗の拳、1と3、ね、マジカルタルルートくんの服、ろくでなしブルース、暗黒神話、ヤマトタケル伝説、ここら辺を私はやったことないですね、この3本ぐらいは。キャプツバはあるな、キャプツバは。懐かしいですね。ちょっとね、今度別動画でね、この筋肉マンはね、ちょっとやってみたいんですよ。このマッスルタックマッチはね。これはね、私は得意でね、なかなか死なないってことでね、ただこのコントローラーがね、ちっちゃいがちょっと微妙なんですけど、まあ、どんぐらいね、こう死なないでいけるかっていうのをちょっとやってみようと思ってますから。はい。じゃあちょっとね、中選んでやってみたいと思いますが、はい。はい、ちょっとね、まあ、いろんなゲームをね、ちょこちょこと、ちょっとやってみたいと思いますよ。ほんの触りだけというかね、はい。ちょっと懐かしいな、もう操作方法とか、昔のファミコンって、説明書見ないとね、操作方法わかんない。ただ、ボタンは A か B かしかないんでね、あんま大してないですけど、わあ、これやるの何年ぶりだろう。ちょっともう分かんないぐらいのあれですよ。まあこういうね昔のゲームは理不尽な難しさがありますからね。もうほとんど忘れたけど、これなんかパワーがだんだん減ってくんだっけこれ、何にもしなくてもパワーが減ってく。待てな。
点数がもらえたり、点数が一体何なのって、あ、今2個を取ると回復する、133まで回復した。まあ0になると死んじゃうんでしょうけどね。 A がジャンプで B が攻撃、あ、これ強い、やばい、あー、ちょっと体力が削られた。あー、ああ、振りかぶったときにちょっと、やばい、死ぬ。ああ、やばい、死ぬかも。やった。ああ、ちょっと半分になっちゃったけど、パワーが。こりゃここわかんない。もうちょっ と飛んだ方が良かったかな。これ、本当に初期の頃に出たんですね。やばい、もう死ぬなこれ。もうね、結構小さいんでね、コントローラーが。やばい、そろそろ肉を取らないと。あ、尿意棒をいつの間か手に入れてる。尿意棒はあれかな、リーチと攻撃力が上がるんですかね。まあ一回ゲームオーバーになるまでちょっと、まあでもこれね、やべ、なんか ピコンピコンピコンなってる。なんか間に合わないというか、体力が減ってきたからかな、んかなりましたね。やばい、よし、肉ちょっと延命。ケーキ、おお、ケーキすごいな。いやー、ちょっときついな。カメハメハが確か打てんだよなこれな。カメ、あれ、あ、戻んの、カメハメ、え、冗談じゃないわよって言って、え、違う、間違えたってことこれ、場所。さあどこでしょうね。もう分からんぞ。おい、誰、あ、助けたのか。いやー、あら、これもう無理だよ。ちょっとロスしちゃったもん、大変。あれ、カメハメハ、カメハメハどうやって撃つの。あはは、カメハメハの打ち方がわからん。まあこんな感じでしょうね。これが続いていくんですよ、この感じがね。はい、ちょっと次やっていきましょう。はい、ちょっと音楽が鳴ってんだよね。じゃあキャプツバやりますか、これ。懐かしい。南葛小学校とかの対戦でしょこれ。いやー、素晴らしいですね、テクモ、ザ・テクモっていうね、音楽とこのカットインの画像ね、素晴らしいですわ。ドリブってるかい、中学生、あ、中学生なんだっけ、小学生かと思ってた。南葛と錦式が丘、これね、お約束、まあ、ちょっとね、ワンマッチやってみますか。すごい、あーはははは、復活の呪文的なやつがね、スコアメモっていうのか。だから別にポジションのなんか決まっちゃってるんですよね、誰がどこのポジションだか分かんないんで。これは岩見とかいるんだね。どっちなの。どっちに攻めればいい、下に攻めるの。パスはね、翼、
翼にパスはまだ出せないのか。あ、何やってんの。やばい、これ負ける。おいおい、やべえぞ。まあでも若島津がいるから。よし、高すぎで上に攻めていくのか。パスだ。岩見くんね、パス。勢いが弱まったか、岩見くん。さあ、ここでちょっともう翼にパスを出したい。出せない。滝、滝くんとか軟活なんですね。翼、よし、翼にセンタリング上げて、よし、シュートでしょ。ダイビングヘッド、ちょっと、よし、まあ、ちょっとドライブシュート打ちたかったんだけど、まあこれでいいでしょう。翼にボールを回せばね、ほぼ決まりますんで。で、キーパーは若島津のはずなんでね、キーパーも強いはず。なんかその選手のステータス的なものっていうのはあんまりようわかんないですね。こうやってシュート、あんなとこからシュート、囲まれてからパス出すのとね、囲まれないうちからパス出すのとどっちがいいのかと。4位、ああ、よし、ここで滝あたりにパスを出したい。右サイド、ああ、ちょっと遠かったか。奪え、奪え。ペナルティーエリア外からよく取るな。ディフェンダーが有能すぎるな。これは遠すぎて通らなそうだ。石崎、近くへのパスはだいたい通るかなとね。じゃあハーフラインをだったところで、滝くんには通らなそうだけど。さあ、ここでもうちょっとボールドリブルで持ち込んでから翼、よし、ペナルティーエリア内にドリブルシュート。あれ、ドライブシュートってないの。ドライブシュートあれかな、間違えた。ペナルティーエリア外かな。ザー君パス、いや、じゃあもうシュート打つぞ。シュート、ちょっと遠いか。倒れてんだったらシュート。あれ、よく拾うなこいつ。何人いんだよ。いや、倒れているが、あ、翼にはいかないか。長野くん、シュー、よし、2点目。さあ、あとはちょっと守りきればと思うんだけど、守りきるとかあんまないんでね、これね。なあ、これを、まあ、クリアしたことないんかもしれないですけどね。何が終わりなんだろう、これは。全国中学生のナンバーワンになる。おっと、
森崎くんか。若島津じゃないですね。もうちょっと後になってから出てくるのかな。パンチングで。パンチ。よし。森崎くんっていうのがいたか。うん。では、新田くんとかは、ま、もうちょっと後で出てくるのかな。あ、よし。あ、まあ、やっと後半戦なのか。まあ、まあ、こんなもんでしょう。はい。これがキャプツバですよ。これが、なんだろう。ドライブシュートとかいろんなものが使えるようになったり、いろんな、ね。はい、次はね、天地を喰らう。これがね、面白かった記憶があるんですよね。これね、RPG みたいなやつで、これは面白かったような気がするんだよな。うん。ああ、劉備関羽張飛。いや、いいっすな。まあ、RPG なんてね、どこまでやるかって、もう本当に最初の戦闘の触りだけみたいなね。最初は黄金族との戦いですね。刀剣。黄金族討伐の遊軍を集めていると。ね、いや、これはね、面白かったんだよな。こういう感じでドラクエみたいになってますよね。うん。劉備。武力、知力。仲間が増えていくんじゃなかったっけな。うん。最高ですね。張飛がもうちょっとね、ゴリゴリしてた方がいいかな。張飛がちょっとイケメンなんだよ、ね、さあ、これ何度刀剣のところ行けって言って、あ、これお金をくれる人たち、うん、兵糧っていうのもあんだね。ヒヒーン。何にも、なんだ、うん、宗人、宗勇。あ、仲間とかいきなり増えちゃうね。わあ、軍師とかもいるの。軍師は、関羽軍師になれんのかな。なれない。ダメそうだな。最終兵はいないと。ん？さあ、刀剣のところへ行けっつって言ってるんでね、行きますか。刀剣といえば、徐州の大主だったと思いますね、確かね。もう最初、わあ！おお、来たよ。退却、策略とかなんか、軍師がいないと策略は使えない。とりあえず戦うだ、戦う。とりあえず集中攻撃、集中攻撃。あー、結構大変なんだな、これな。結構大変だぞ、これ。だいぶ大変だぞ、これ。ちょっと、早く終わらすために犠牲が伴うから、ちょっと総攻撃やっぱするしかないかな。まあ多分これ普通に攻撃してんのとちょっとランダムになるっていうことで、ちょっと効率は悪くなるの、多分な。やっぱり一人に集中攻撃していった方が。やばい、もうかなり食らってるわ。でも倒せそう。いや、一回の戦闘でこれちょっと
記述きすぎだぞこれ。瀕死だ。ちょっと身入りが少ねえな。ちょっと待って、寝かしてくれ。ちょっと待って、あ、これ装備してないの。そういうことか。ちょっと待って、もうちょっとこれ失敗だな。全然何も装備してなかった。だからか。なんか大変だと思ったわ。いやこれちょっとめんどくさいぞ。これちょっと逃げないとダメだな。いやーちょっと期間5だ。ちょっと待って、掃除に軍師できる。あ、なったな。知力100だって。ただちょっとさ、刀剣こっちっぽいな。ちょっと逃げるぞ。ああちょっと逃げる逃げる逃げる。死ぬよな。逃げろ逃げろ逃げろ。ああとりあえずここで助手術をやった。到着したぞ。これで一安心だ。じゃあ宿屋、まず宿屋を探すか。ドラクエ3で言うと、お美塾、お来たよ。こう多分美塾って頭いいんじゃないかな。ほら知力157。これちょっと美塾に変更でしょ。なんか持ってんのこいつ。ちょっと武器を揃えないとね。とりあえずね、これでだいぶ強くなっただろ。これあーはは。ちょっと待ってくれよ。捨てなんだよ、間違えちゃった。せっかく、うわーないよな、ファミコンだから。あ、確か結構いっぱい参加できてるんですよね。いやーちょっと100探検捨てちゃったのは痛えな。はい、なんか盗賊を、黄金族を倒すんでしょう。はい、殿、いやーこれは面白いよ。おっと、もうこれは三国志演技だよね、お話で。劉備にね、譲ろうとして、で、ここどこに行けばいいっていうの？この後がちょっとよくわかんないですけどね。でもなんかこれ道みたいのがあるから、さあ強くなったよ。よっしゃ。どんぐらい攻撃、おお上がってる上がってる。よし、もらえる金が少ねえな。
装備と捨てるが近いんだよな。はい、こうします。上になんかまた城があるぞ。まあ、一番兵力が少ないところをね、覚えるとかあんのか。いや、意味なかったな。そう、あれ、なんか並びが違うような気がする。俺ビジク前に出したつもりなんだけどな。なんでビジク前になってないのこれ。あ、軍師は戦闘に参加しないわけ。あ、そうか。もうちょっとでレベルが上がる。ああ、ええー、ちょっとボスが出るとは思わなかったな。やばい、やばい、やばい、やばい。これはやばいな。そこの中途半端な状態でこれは。ああ、やばい、死ぬ。いや、ちょっとこれ。長領ってこれか。長閣のなんか弟かなんかか。義の長領じゃなくて。いや、これ、マジで負けるかもしんないな、これ。よし。このターンか、次のターンで倒せるだろう。次か。ちょっと、このターンは難しいかも。おらっしゃ、行った。行った。やった。うわ。よし、捕まえない。よっしゃー、あ、レベルも上がっただろこれ。ヒッスが上がるんだ。廉価の刑を策略が覚えられましたね。ああ、町解放したのかこれ。ああ、ああ、じゃあもうそれ。それさ、ちょっと待って。いや、それ知らんかったし。きつい。おっ、おー、いいね。これで結構楽になるね、この策略が使えるようになると。やばい、ちょっとこの、そういうも攻撃力、兵みたいなもんだから、ちょっと、魔元気を早く倒さないと。やばい。危ないけど、やばい、もうこれいきなりここに来るべきではなかったな。よし、よし、もう一匹も稼げる。あぶねえ。ギリギリだな。ちょっと。レベル上がったらちょっと回復してほしいな。最近そういう感じなんだけどね。
加減の計。はい。南西に向かうと大鉱山、長宝、黄金属。うん。さあもうちょっとね大変になったからとりあえずここでセーブしたいと思いますね。ということで天地をくらね、これちょっとまあ続けてね やりたいと思いますがね、30分もプレイしたのか。はい、じゃあね、まあ他のゲームねちょこちょこやっていきたいと思います。はい。